北海道、東北、その他ブロック。チーム名はモンマと愉快な仲間たち。作品名は集まれモンマの森です。私たちのワールドは今回円形の島にしました。まず広い海を作り、そこに円形の枠を作成、水抜きと地面作りをしました。土ブロックを敷き詰める際にはフィルコマンドを使い時間短縮に努めました。地下は空洞にし、施設をいろいろ建てる計画を立てました。地上にはまず道路を一直線に引き、中心に巨大樹を生やすことになりました。その後十字路にし、島全体から様々なところへ行けるような形にしました。すべての人に健康と福祉をは体育館と病院を作ることにしました。この体育館は町の人々が利用できるよう外からも入れるような扉をつけました。病院は木を使うことで温かみが出るようにしました。すべての人にエネルギーを、そしてクリーンに、は島の中の建物のほぼすべてにソーラーパネルを設置し、太陽光発電を、そして洋上風力発電を行うことで再生可能エネルギーのみで島の電力を賄えるようにしました。陸の豊かさも守ろうは、島のさまざまな場所に木を植えたり、木造の建築物、公園を作ることなどをしました。また建物内に観葉植物を置くこともしました。私たちは最初に本で今回のテーマについて調べました。日本ではあまり見えない実態についてがよくわかりました。例えば世界では病院に行きたくても行けなかったり、電気が届いていなかったりしていました。そしてこれは人間だけに影響があるわけではありません。緑が失われることで今までいた動物が失われてしまったり、食料危機に陥ったりしてしまいます。なのでそれを乗り越えるために現実で何をしているのかをインターネットで調べました。地下の牢獄では感圧板を踏むとワープしたり、ボタンを押すと元の位置に戻る仕組みを作りました。そして港や地下で採れた作物をスーパーまで短時間で運べるよう地下にトロッコを整備し、便利な街を目指しました。私たちはこの活動を通して想像の世界を現実にするのは大変だと思いました。このマイクラに起こすことすら大変な作業なのに、実際のこの失敗をやり直せない世界でどう進めていくか、私たちのような未来を背負う若者が周りに世界に発信していかなければならないと感じました。そう考えるとこのマイクラというゲームを通して少しでも多くの子供に興味を持ってもらえるように企画されたものに参加できて嬉しいなと感じました。未来の地球を守るために少しでも力になれるよう積極的に授業に参加しようと思いました。